ちは、梶山です。今回のですね、コロナウイルスのですね、関係、ロックダウンの可能性、それに対してですね、備蓄等をですね、されていることに関しての見解みたいなことをちょっとこれまでにですね、2本ほどアップ上げていったんですけども、ちょっと今日はですね、さらに補足といいますか、ちょっとこれもですね、思いつくままにちょっと話をしていきたいなと思ってるんですけども、先ほどですね、ここにちょっとバーッと書いたんで、ごちゃごちゃしてますけども、今世の中がですね、コロナウイルスの関係っていうのは、その疫病ですよね。それが広がって、その病気とか、あるいはそれが命も関わる、そんな重大な問題で、それが広がっているという話なんですけども、それが発端で、きっかけで、なんて言うんでしょう、その社会自体もいろんなことが、今までのように回らなくなってきているので、一時的、短期的に変えなきゃいけない分と、これをきっかけに長期的にも物事を見直していく必要があるような部分と、いろんなものがこう浮上してきているところがあると思うんですね。働き方一つもそうだと思うんです。テレワークを推進する形になったりとかですね、あとなんでしょうね、満員電車の件ですね、まだ緩和されているわけじゃないですけども、そういったことも含めて、いろいろ見直すことになるとかですね、いろんなことがちょっとこう今まで見えてなかったもの、そういう問題があるななんていうのは感じていても、なかなかここまでこう追い込まれることで、そう見えてきたようなことっていうのがあると思うんです。で、それをいろいろですね、突き詰めていくと、今回の件とかもそうですけども、以前のですね、311東日本大震災とか、あるいはリーマンショックとか、いろんな911テロとかもありますかね、いろんなこう割と大きな社会の出来事をきっかけにして、人々のその価値観が割と大きくですね、全体としてこう変わるっていうか、そういうことが時々あるんですよね。で、今回のこの一連のコロナショックというか、コロナパニックというか、それに関してもまだ収束もしてないし、これがどのぐらい続いて、どれぐらい、どういう状況になっていくのかというのは、まだまだわからないところが、たくさんあるわけですけども、これを機にですね、いろいろ変化していくものがあるという感じが、しているんです。で、この最近の世の中、それがどのぐらいの期間ですかね、10年とか、あるいはもっとね、15年20年、そういった期間かもしれないですけど、形の上では我々の生活では便利になりながら、インターネットとかハイテクノロジーで、相当便利になったと思うんです。今までにない状況というのがいろいろ生まれてですね、今までできなかったようなことができる世界がだいぶね、広がっていったと思います。その代わりその弊害もあったりするわけですね。で、それとともに、人々 の, あのみんなのですね、多くの人のこのモラルの向上というか、今まで、何気に見過ごされてきた、あるいは見逃されてきた、割と強い、人たち、立場の強い人たちによって、されてきたことが、個々が声を上げて、それがちょっと力になって、それを是正してきた、クリアにしてきたみたいなことも結構あるんですよね。ここに挙げたのがですね、例えばですね、この5年10年でパワハラという言葉が今までなかった言葉ですね。それからセクハラ、モラハラ、これはもうこの辺はですね、もう何年も聞いていますけども、でもそうですね、わかんないですけど、パワハラなんて言葉は10年前にはまだなかったかと思うんです。で、セクハラもさらに遡っていった時に、ある時、あるところ
以前はなかった感じですよね。まあニュアンス的に同じようなことはあるんですよ。そういうこと自体はあるんだけども、それを表現して、それをその何でしょう、問題化してですね、露出っていうか露呈させて、それをこれいけないよってみたいな形っていうのは、まあ時代とともにこう起こってきた感じがするんですね。でここに書いてあるんです、パワハラ、一つの例としてなんですけども、パワハラっていうのが、ちょっと野球が好きな方ですね、特にそうですね、野球割と詳しい方、そこそこ見ていた方だと分かるんですけども、去年だと思うんですけど、まあちょっと知らない方はちょっとそんな話があるのかぐらいとかいう感じで聞いててもらえたらと思うんですけども、巨人ですね、読売ジャイアンツ、巨人軍の割と人気のある、割とっていうか人気のあるです、阿部選手、キャッチャーで、まあ、ホームランもたくさん打ってですね、割とそのチームのファン以外からもファンが多かった阿部選手がいますね。で阿部選手が、あれは引退試合だったかちょっと忘れましたけども、引退試合だったんですかね、去年だったと思うんですけどね、もし違ってたらごめんなさい。でその時に阿部選手キャッチャーですね、で引退試合の時に、ピッチャーに沢村投手というピッチャーがマウンドに上がってですね、それで盛り上がった時なんです。でなぜ沢村投手で盛り上がったかというと、時を遡ってですね、引退試合は2019年にありましたね、2012年だったかな、ちょっと違ってたらこれも申し訳ないですけど、まあ大体大まか2012年頃のそれ公式戦だったのか何かね、何かのシリーズだったのかちょっと分からないですけども、その時にその同じバッテリー、要するに同じようにキャッチャーが阿部選手で、ピッチャーが沢村投手だった時があって、その時に、沢村投手が、まあ、阿部選手から見たら後輩に当たるわけなんですけども、まあ、なんか最後を見逃したかなんか分かんないですけど、まあ、そんなようなことがあったと。で、キャッチャー阿部選手が立ち上がってですね、歩いていって近づいていって、何やってんだみたいな感じで頭をポコンと、ね、叩いたんですね。まあそんなにこう拳で投げたわけじゃないんで、ね、パーでこのね頭軽くポーンってね、ポーンってちょっとね、こうね、遠くから見ても分かるような、まあ、それが映像が撮られて割と流されて、いろんな、ね、面白いシーンということで、割と野球詳しい人は知ってるシーンなんですね。で、それをシーンがみんなの脳裏に、ファンの脳裏にはすごく焼き付けられていたので、その引退試合の時にわざとそういう場を演出してですね、沢村投手にマウンドに立ってもらって、ピッチャーになってもらって、わざとそういうちょっとね、サインに首振ったりして、何やってんのお前って感じでつかつか、また阿部キャッチャー阿部がね、歩いてって、それで叩こうとする。でも叩いたかというと、叩かないで叩く直前までやって握手して、っていうシーンになったんです。でそれはですね、今それを叩いちゃうと、やはりパワハラだなんだとって騒がれるから、そういうことはできないということもあって配慮されて、そういうシーンになったんですね。で私も、あそうか、前の時はじゃあどうだったんだろうと思って遡ってみたら、それがまあ7年ぐらい前だった感じなんです。調べてみたら、その時2012年頃はね、まだ叩いてもまあ一応まだ成り立ったと。でそのパワハラっていう言葉がいつ頃出たかっていうと、やっぱその頃なんですよ、その前後なんですよ。本当にこの辺り2012年とかその辺りから割と使われるようになったんで、まあ一応その時も該当はしたけど、まだ使われ始めたぐらいのおそらく段階だったと思うんです。だからまだ全ね、まあまあ別に思いっきり殴ってるわけじゃないのでね、なんとなく見てる方も許されたと、なんていうかな、
まあ、楽しんだ感じだったんです。で、まあ、そのことはいいんですけど、何が言いたいかというと、 それぐらいこの短期間で、まあ、7年経ってますけども、この本当に数年の中で、そういうことが言われだして、どん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 何かあるたびにはそういう話題が、そういう言葉とともに出されて問題化して、でそういうことが、なんていうか、風潮としてしにくい状況が生まれてきたんです。でも本当大事なんですよね。パワハラっていうのは、パワハラする方っていうのは本当自覚がない場合が多いので、やっぱり、された方が声を上げないと、なかなかですね、解決されないわけですね。でもそれによっていろんな、割とそういう今まで、泣き寝入りしていたような状況が、少し、全部じゃないですね、完全にはないですけども、まあ、少しは解決されたり、そういうものがなくなってきたところがあるんですね。でそれでもこの割と近年なんですよ、まあ、セクハラとかモラハラとかいろんなハラスメントが、そういうでどん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 言葉も誕生して、そういうものがなくなってきた、まあ、その背景には割とですね、インターネット、割と個人が情報を発信する、それまでは権力を持った人、力を持った立場にいる人、地位を持った人が情報をこうコントロールすることができたと、情報を、まあ、隠すこともできたし、まあ、そういう割と時代だったと思うんですね。ところが個人がどんどん発信することができるようになって、そういう問題がどん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 表に出るようになった、まあ、それが、まあ、いい方向に進んだものとして、こういうものがあると思います。まあ、喫煙とか、受動なんですか、そういう副流煙とかですね、まあ、そういうのとかもここ近年ですよね。で、そういったものですね、環境問題もそうですね、いろんなリサイクルしようとかね、なんていうんですか、まあ、そういったことも含めて、まあ、環境問題は5年10年じゃない、もっとさらにね、もう少し長いスパンで少しずつこう言われ出して、取り組みが少しずつなされてきたわけですけども、まあそういうふうにですね、少しずつ少しずつ、まあ、あるいはこう環境の問題、それから差別とか人権とか、そういった問題に関してもどんどんそうやって声が上げられて、なんていうんですかね、いい方にこう変わってきたと。その立場が逆になれば、その人たちから見たら、なんかこう、なんていうのね、損っていうのは当てはまらないですけど、その間違ったことをしてきたっていうふうに否定される側なんで、ある時、あるタイミングではちょっとこう痛みを生じるものとはなってるので、ちょっと抵抗したりとかあるんでしょうけども、でも長い目で見たり、大きく見ていけば、やっぱりどうしても必要なことだったと思うんですね。で、そういうことが、こういう今までなかった概念の場合に、そういう言葉表現っていうのが新たにこう、そういうなんていうか、使われるようになって、それが一つの解、なんていうかな、人々に広まったりして、そして、なんていうか、それがいい方向に行くっていうケースはあるんですよね。で、いろんなそういうモラルの問題なんですけど、モラルが最初のうち、昔はですね、直接被害を受けてた、もうそれこそ殴るとかね、暴行的なものに対してのこのモラルが問われてきて、それからさらにより進化っていうかですね、して、もっとその間接的な環境問題なんかもそうですよね。直接的には何か悪いことしてるわけじゃないよみたいなとこあっても、それが巡り巡って環境を破壊してるっていう話になって、それもダメだろうという話になるわけですよ。まあ割とですね、そういう感じでだん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 、その問われるモラルがこう進化して、進歩してきてるというか、レベルが上がってきてる部分はあると思うんです。だから殴る蹴るじゃなくても、心の中での相手に対するなんていうかな、気持ちの部分も含めて、それを踏まえた行動とかも問われたりするような、モラルやマナーもですよね。で、差別とかの中にもそういうのありますね。まあ、もちろんいじめとかいろんなものがありますけども、で、まあ、ビジブルっていうのが
ごめんなさい、これ英語間違ってた、ごめんなさい、インビジブル、ちょっと間違ってた、ごめんなさいね。まあ要するに目に見えるものに対してのそのモラルからもっと内面のですね、インビジブル、インビジブル、まあちょっと間違ってたらごめんなさい内面の部分、目に見えない部分のところまでだん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 このモラル、問われるモラルが進化してきてるんですね。でちょっとここで、一つ言いたいというか、あのここにも書いてあるんですね。 これからさらにどうなっていくかといった時に、心の奥の動機が問われてくるということなんですよ。で、それは差別の方もそうですね。言葉だけ差別の言葉をね、差別用語ってありますよね、そういうことを発しなかった、まあそれでそれだったらいいですよ、それはそうすればいいっていうのはあるかもしれないけど、心の奥の部分でまだまだ心の中の部分で差別があったら、それが何らかの形に現れてくるわけですね。まあ今度はその部分まで問われてくる。そして例えばさ、これここに書いたのはですね、最近ちょっと知った SDGs っていうのがあります。で、まあ、ちょっと動画にも話少し触れたのもありますけども、 SDGs っていうのが、まあ環境問題、経済問題だけじゃなくて環境問題や社会問題を組み込んで、まあ、差別とかも含めですよね、そういったものも考えながら国とかあるいは企業とか個人が取り組んでいきましょうっていうのが、まあ国連で、ね、採択されて、まあ、各国あるいは企業とか個人が取り組むような、そんな、持続可能な開発目標、ね、サステナブル、ディベロップメントゴールズですよね。そういう取り組みがあるんですけども、その中に SDG ウォッシャー、 SDGs ウォッシャーという言葉が、あったんですね。それは何かというと、まあ、大まか大雑把に言うと、要はそういう取り組みやってますよっていう、表面的にやってますよって言って、いる状況、実際には本気でちゃんとそんなことを考えてないと、一応体裁を取るためにそういうことやってますっていうことに対して SDG ウォッシャーっていう、まあ、それを揶揄する言葉としてそういう表現が出たんですね。これこの言葉があることはすごい進歩だと思うんです。進歩っていうと言い方ちょっと適切じゃないかもしれないですけども、要はそういうことで、それダメじゃんそれじゃっていうことが指摘できるわけですよ。で周りの人もそれが周知されれば、あそれ SDG ウォッチャーじゃん、ダメだよそんなんじゃっていうのが言えるわけですね。で ISO って何でしたっけ、国際インターナショナル、マネジメントシステムだったかな、まあ、国際標準の、ね、生産管理、品質管理システムかな、まあ、そういったのも企業がいろいろ取り組むじゃないですか、必要で。でもそれが形だけそれをやるっていうケースも、まあまあ、だいぶ生じた部分があるんですね。それはいけない、本来のものと違うし、それでいいのかっていうものがあったわけです。それと同じになったらダメだよって話なんですよね。こういう言葉があることで、次の段階のモラルアップ、ただモラルアップというのはただねばならないでこうね、なんかこう、なんていうかな、縛られるような生き方になるっていうふうに捉えてしまうと、本当にそれは窮屈なもんでしかないんですね。ところがこの例えば SDGs の場合はですね、そのような例えば人権を、人権の問題に抵触するような、そういった労働によって作られた製品は買わないというか、そういう製品も作らないという企業が、そういうことを改善するといったところで、言った取り組みをするわけですね。でそういったまた商品を使おうと、でそういった商品が使われることになることによって、多く使われることによって、そういった企業の方がたくさん利用されるから、じゃ投資もそこに、そういうところにしようということがなってくるんですよ。 YouTube でもそうですね、最近の規約改正で今までモラルとかあまりね、もうひどいような動画でも再生回数が上がるから、それどん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 そういうのが多くされてたんですけども、結局広告収入が、企業がそういうのをやっぱり、イメージ悪くなりますからね、嫌がると、そう広告がつかなくなると、そういうのものも原因になって、まあそのモラルの悪いもの、社会に悪い影響を与えるようなものはどん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 あまり
で使われないようにルールを改正していったわけですね。そういうふうにして現実にそのいろんな経済の回る回らないに関してもそういうものがただのコストじゃなくて実際にいい方向に回るっていうことになってきたんですね。でさらに我々のこの、まあ、あの社会世の中世界人類人々があの進化してより、満足感の高い心からの満足感の高い社会になるにはこのモラルの向上が必要なんですけど、そこで私はですね今回のコロナ問題その今まさに日本でも起こりかねないようなあのロックダウンですね、ロックダウン都市封鎖ね、英語でもう英語ばっかで、ね、クラスターだねなんだかんだってありますね。ね、やっぱ分かりやすい日本語の方が本当はいいと思うんですね。まあでもロックダウン都市封鎖そういうのに対してまあ備蓄しようね、それででもですねっていう動きがあるのに対して私はあのちょっと警鐘を発するあの話をしてたんです。あのね、それは前の動画見ていただきたいんです。でいろいろ見てるとですね買い占めじゃないんだと、うん、買い占めじゃなくて、備蓄なんだと、買い占めと備蓄は違うんだというふうに説明している人いるんですけども、さてこれはですねその本当に中身を見てみないとならないと思うんです。で実際備蓄だとしても買い占めじゃなくて備蓄だとしてもその分ですね、それによってその行動によって煽りを受ける人がいるわけですね。現に、この、少し前に一部シェアしましたけども、で長い時間長時間勤務していたこのコロナ対応もあってですね、そういった看護師さんが買い物が行っても、ね、物がなくて困ったと涙流して訴えてたと、涙ながらに訴えてた、そういうニュースが流れてたんですね。ということはそういうことが起こってるんですよね。現実に実際トイレットペーパーも含めてあの本当にそういうものが起こっているわけです。だから先駆けて、まあ、買うという、まあ、普通に買ってもちろんねそれが成り立てば成り立つ、急にそれがなくなる可能性があるから早くね自分の確保しとけっていうことになっちゃうと思うんですけども、それはだからそれはあの社会全体がちゃんとそれ機能する方向に、を 見ながらやらないといけないと思うんですね。何かその備蓄するのを自分の、ね、発してる人たちが先駆けてやって、それでその人たちは安心だ、いざロックダウンになった、あもう安全です安心ですってなるかもしれないけど、それによって困っちゃった人がいると横にね、そういうのを横目にしてそれでね、そういう状況を目にして自分は